どうもチカリタ TV の田代チカラです。今回なんですけど、僕が現在プレーしているオーストラリアのヘザートンユナイテッドというチームの施設を紹介していきたいと思います。僕のチームが戦っているのはオーストラリアビクトリア州のステート3というリーグなんですけど、カテゴリーとしては A リーグから数えて7部リーグに当たるリーグで戦っています。なので日本で言うとおそらく県リーグとか都リーグとかそういうカテゴリーのクラブになるんですけど、そういうカテゴリーで戦っていてもすごく素晴らしい施設を持っていると僕は思っているので、そちらを今回は皆さんにお見せできたらと思います。はい、ということでまずは施設の入り口です。スプリングベールロードという大通りに面してクラブの施設はあります。こちらが入り口です。クラブのエンブレムがゲートに貼ってあります。ゲートを入ってそのまま進んでいくと正面に大きな駐車場があって、右手にグラウンドがあります。グラウンドはフルピッチが2面とナイター設備はついていないですが、トレーニングできるスペースがあります。で、チームのトレーニングは基本夜にあるんですけど、プレシーズンの期間は夏で夜9時頃まで明るいので、こちらの一番右側のスペースでトレーニングしていました。メインピッチやサブのピッチの芝がシーズン中に傷んだりしていたので、そちらを新シーズンに向けて休ませる意味でもこの右側のスペースを使っていたという感じです。で、その横にあるのがサブのピッチです。シーズンが開幕してからは基本的にセカンドチームであったりアカデミーがこちらのグラウンドを使っています。ちなみにカップ戦に関してはこちらのピッチを使用しました。で、左手には結構な台数を止められる駐車場スペースがあります。そのまま進んでいくと左手に子供たちが遊べるスペースがあります。子供たちにとっては最高のスペースだと思うんですけど、懸垂できる棒がないのが僕にとってはちょっと悲しいです。で、その横にレストランがあって、その向かいにメインのピッチがあります。こちらのメインのピッチで普段のトレーニングであったり公式戦は行われています。唯一このグラウンドに足りないものはスタンドだと思うんですけど、サポーターの方はピッチレベルで試合を見れるので、選手とサポーターの距離が近いっていう意味では素晴らしいピッチだと思います。Yes. Hi. You're famous. Hi. Subscribe to Chica. Thanks. はい、気を取り直していきましょう。メインピッチの向かいには食堂があって、その奥にも駐車場があります。食堂の裏にはトイレがあって、そのさらに奥のところにコンテナがあります。このコンテナではアカデミーで使用する道具が保管されています。中はこんな感じです。で、僕は選手と並行してアカデミーのコーチもやらせてもらってるんですが、僕の担当はアンダー11ですね。11歳以下のチームを担当しています。はい、で、こちらはレストランの裏手です。ここはホームチーム用のロッカールームです。ただ現在所属選手の人数が多いので、こちらのロッカーはシャワーを使用するときに使っているという感じです。
昨シーズンは練習の時も試合の時もこちらのロッカーを使っていました。トイレは一つあってシャワーがこちらに3つついているという感じです。はい、でこちらはトップチーム、セカンドチームのトレーニングする道具を保管している場所です。今横切ったのは今シーズン会長を務めているメリッサです。でこちらが先ほど通った食堂です。こちらで練習の後や試合の後にみんなで食事をとります。やっぱりどこの国の子供たちもカメラがあるとテンション上がりますね。鍵がかかっていたので中をしっかり撮れなかったですが、こちらがレストランの中ですね。現在練習の時であったり試合の時にロッカールームとして使用しています。でイベントがある時にはレストランとして使用するという感じです。はい、いかがでしたでしょうか。今回は僕が現在所属しているオーストラリアのヘザートンユナイテッドというチームの施設を紹介させていただきました。カテゴリーとしては低い位置にいるかもしれないですけど、すごく素晴らしい施設を持っていて、サッカーに集中する環境っていうのは整っていると思います。で、僕らのクラブだけじゃなくてね、アウェーで戦いに行っても素晴らしい施設を持っているクラブはたくさんあるので、日本以上にオーストラリアのサッカーの文化っていうのは広く根付いているのかなと思います。もちろんね、プレーしている人口っていう意味では日本の方が多いとは思うんですけど、一つ一つのクラブにルーツがあって伝統があって、そういう中でコミュニティができてクラブとして成り立っているという感じで、日本にももっともっとこういうクラブがね、 J リーグだけじゃなくて下のカテゴリーでもできていけば、サッカーの文化っていうのはね、広がっていくのかなと思います。でちなみに僕の所属しているクラブのルーツっていうのはボスニアですね。ボスニアヘルツゴビナがルーツのクラブで、そちらからの移民の方々がおよそ30年前に作ったクラブということです。なのでクラブで食事をするときっていうのは、そういうボスニアの料理とかそういうものを食べれたりするので、オーストラリアにいながらボスニアの文化も楽しめるっていう感じですね。で他のクラブに関してもそれぞれのクラブにルーツがあったりするので、そういうところでクラブによって違う文化を体験できるっていうのはオーストラリアのいいところだと思います。もしオーストラリアに住んでる方で興味を持った方がいれば、ぜひ遊びに来て試合を見てボスニアの文化も楽しんでいただきたいと思います。でもちろん日本からのお客様もね、来てくれたら皆さんもてなすと思うので、ぜひ日本からも遊びに来ていただけたら嬉しいです。ということで今回も最後まで見ていただきありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもぜひ残していってください。また次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。